金縛り。金縛りは主に就寝中、意識がはっきりしていながら、体を動かすことができない症状を指す。体が締め付けられるような感覚からこう呼ばれる。本来は、仏教用語であり、その転用である。不動明王が持つ検索の威力により、敵や族、転じて、煩悩を身動きできないようにする密教の手法である、金縛法、金縛、金縛法を由来とする。 医学的には睡眠麻痺と呼ばれる、睡眠時の全身の脱力と意識の覚醒が同時に起こった状態である。思春期に起こりやすく、仰向けの姿勢、不規則な生活、寝不足、過労、時差ボケやストレスなどから起こるとされる。脳がしっかり覚醒していないため、人が上に乗っているように感じる、自分の部屋に人が入っているのを見た、耳元で囁かれた、 体を触られているといったような幻覚を伴う場合がある。これは夢の一種であると考えられ、幽霊や心霊現象と関連づけられる原因になっている。ただし、悲しばりの起きる状態がほとんど就寝中であることから学者の説明は睡眠との関係についてである。覚醒状態においての悲しばりというものについては、科学的にはほぼ未解明であり、 精神的なものに起因するとされることも多い。霊的なものを信じていない人の場合は、宇宙人に何かをされたなどという形式の認知になるという説がある。金縛りは人類一般に見られる現象だが、各国の研究結果では、国やエリアによって出現頻度にばらつきがあり、金縛りを夢の一種として認識する傾向のある北米エリアでの出現率は低く、 金縛り現象に特定の名前がある国々では出現率が高い。日本の調査でも金縛りを一時的な麻痺と言い換えて質問した場合、出現頻度が25%低下した調査結果があり、金縛り体験は認知的枠組みによる影響が大きい現象と言える。金縛りはいきなり起こるわけではなく全長がある。およそ1から 3kHz の人員。 ジーン、またはザ、ワザワー、というような幻聴と、強い圧迫感を伴う、独特の不快な戦具症状の数後から数分後に、全身の追い運動が不可能となる。ただし、この状態で意識が覚醒し予兆を感じた場合、無理に体を動かすよう努めることにより、金縛りにならずに回避できる。しかし、戦具症状に気づいた時点で金縛りを回避しようと、試みても、 ほとんどの場合そのまま金縛りへと移行する。症状は数秒で収まるものから30分以上に及ぶものもある。また、金縛りが解けてもすぐに剪具症状が現れ、再発することも多く、睡眠の妨げになることも多い。金縛りには大きく分けて、平眼型と海眼型の2種類が存在する。ほとんどは前者のもので、 実際には平眼しているにもかかわらず、金縛りがかかる。直前の室内の風景や、普段の室内の記憶が鮮明な夢となって、映し出される。しかし、本人が平眼型だと認知していない場合がほとんどである。平眼型の特徴として、例などの幻覚が見えたりし、恐怖感を強く感じる場合が多いことが挙げられる。ちなみに、対外離脱はこれに分類され、 思春期の女性に多い。稀に海眼した状態での金縛りも存在する。海岸型の金縛りの特徴として、全身の追運動を奪われるものの、嗅覚、聴覚、視覚、ただし眼球運動は不可能、もしくは不随意が鮮明であり、金縛り状態のままテレビの視聴や車窓からの風景を鮮明に見ることも可能である。 睡眠障害の一つであるナルコレプシーは、睡眠発作、脱力発作、睡眠麻痺、入眠時験核の四つの症状から構成される。このうち、睡眠麻痺、入眠時験核は、人々が、悲しばりと呼んでいる現象と同一なのと考えられ、健常者でも、一定の条件で発生する。睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠があり、レム睡眠では、 目が覚醒時と同様の速さで動き、姿勢を維持する筋活動が極端に低下する。通常、人は寝イると1時間程度のロンレム睡眠を経てから、レム睡眠に移行するが、ナルコレプシー患者には、覚醒状態から直接、レム睡眠に移行する、入眠時レム睡眠という睡眠パターンがあり、この時に睡眠麻痺、入眠時幻覚を体験するという、 入眠時幻覚は通常を夢見体験として感じられる。主観体験が覚醒状態の意識と連続して感じられるために発生すると説明されている。悲しばりがナルコレプシーと同様の整理で起きるとするならば、夢見体験が不十分な脳の活性化によって起きる仮想体験であるのに対し、悲しばりの入眠時幻覚は脳の活性が高い状態で起きる完成度高い。 仮想体験と言える。また、金縛りに伴う恐怖感は、レム睡眠中に活性化する、変動体によって喚起されると考えられる。金縛りは、普段あまり運動しないものが突然運動を行った場合などに起こりやすくなる。特に有酸素運動は金縛りを誘発しやすい。過酷な有酸素運動をしている、スポーツ選手の中には、毎日のように金縛りにかかるものも多い。 また、旅行の移動中や宿泊地での悲しばりも多い。これは、移動によって、体が疲弊しているのに対し、環境の変化などにより、脳が興奮していることが影響でいる。その他、ストレスや肉体疲労が悲しばりを引き起こすこと、体質的に悲しばりにかかりやすい、特に寝入りの悪い人、事前に、このホテルは、幽霊が出るらしいよ、などという噂話を聞き、 就寝前に交換神経を刺激する行為を行う。例えば寝る直前に暗い部屋でスマートフォンの明るい画面を見続けた後に入眠しようとするなど様々な理由がある。現在は悲しばりの研究も進んでおり、平眼型の悲しばりは睡眠中に何度も起こすようなストレスを与えることで人工的に作り出すことも可能である。レム睡眠時は脱力が起き、 仰向け時に舌が下がり、上気道を塞ぐため息苦しくなる。横向き寝の時は起こらない。古来から世界各地で睡眠麻痺に関する様々な説明が伝わっている。代表的なものを以下に挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。